ライフォースの池田です。おしゃべりマシンガン福岡の街を熱くするぜ、イエーイ。福岡の未来を盛り上げめ。この度私クラッチサラはイベントをかける撮影会をすることになりました。この日はなんと3月14日ホワイトデーの日に開催されます。今回はグループ撮影会です。ぜひ皆さん3月14日開けといてください。なんとプレゼント特権あります。なので皆さん楽しみに私に会いに来てください。どうかよろしくお願いします。それでは3月14日お会いしましょう。バイバイ。こんにちは、マシンガン山北です。今日は2回目の栄養講座ということでお話をさせていただきたいと思います。皆さんですね、ちょっと簡単な質問なんですけど、腰痛とか持ってますか？実は私腰が悪いんですよ。はい、全然見えないでしょ。高校時代から高校、大学、社会人ずっとね、ぎっくり腰になったり腰痛になったり、まあね、かっこいい言い方をすると魔女の一撃をね食らったりとか、まあ、食らったりっていう言い方は悪いんですけど、まあ、腰痛に悩まされた時期がありまして、そうですね、ここ最近で言うと1年間はかかってません、腰痛にはなってないんですけど、そこはですね、私なりのちょっとケア方法がありまして、はい、お話をさせていただきたいなと思うんですけど、まあ、みんなですね、腰が悪いイコールなんか腹筋、まあ、体幹をですね鍛えなさいって言われると思うんですけど、まずは食材からもですね変わるっていうお話をしたいなと思ってですね、お話をさせていただきたいなと思ってるんですけど、私もですねちょうど昨年のそうですねシーズンが終わってから栄養の方をですねかなりちょっと勉強するようになって、本当はアスリートフードマイスターっていう資格を取りたいんですけど、なかなかねまあここはね言い訳になるんですけど、受けに行きたいんですけど、まあ今はねそこじゃないと思って、まあ自分で独学で勉強してですね、まあシーズンね終わり、まあ今ねシーズン始まる前で、まあ、シーズン終わりっていうわけじゃないんですけど、将来現役を引退した時ぐらいにですね、そのアスリートフードマイスターという資格を取ってですね、まあ、私はまだ独身なんですけど、まあ、将来ですね結婚できたらの話なんですけど、まあ、子供にスポーツをさせたいと思っておりますので、その子供にですね、まあ、そういうふうな栄養の知識とかですね、もしくはですね、ね、ちょっと笑いになるんですけど、奥さんができた時に、まあ、奥さんが料理ができたら全然ね、まあ、そういう人を見つけたいなと思ってるんですけど、まあ、そういったところでお話をさせていただくと、実は腰痛をですね解消できる、ね、食材がありまして、お話しすると山芋、チーズ、納豆、アサリっていう風なですね食材が出てくるんですよ。え、山芋、チーズ、納豆って思うでしょ。どれも当てはまるのが需要競争なんですよ。はいはい、まあ、逆に言うとですね、山芋とかですね、なんていうんですかね、これ下半身を温めてくれる、歯の
種類の一種で、まあ、チーズとかもですね、末梢神経の傷を修復し痛みを和らげるためではなくですね、ほんの一切れのチーズでですね、約 140cc の牛乳に匹敵するタンパク質が取れるっていうところで、結局ですね、カルシウムとタンパク質っていうのが大事なんですよね。で、納豆にはですね、大豆サポニンっていうところで血中コレステロールが下がってですね、あの納豆キナーゼがですね、血栓を溶かして血流を改善するということで、結局ですね、今ですね、ぎっくり腰になったり腰痛になったりすると、昔は安静にしときなさいって言われてたと思うんですけど、今は違うんですよね。動いて治しなさいっていうところなんですよ。逆に言うとね、こう言うと治療科の方たちに失礼値したら申し訳ないんですけど、今までは私が受けた中ではですよ、腰痛とかぎっくり腰になったら電気を当てたり腰をこうマッサージされることが多かったんですよ、肘とかでですね。違うんですよ、実はここのお腹なんですよ。お腹の腸腰筋のところを揉むと、お腹を揉むと、ちょっと映像悪いんですけど、お腹を揉むと腰痛って改善するんですよ。そこに気づいたのがちょうど2年前なんですよ。そこからですね、はい、私はあの腰痛にですね、かからなくなったりとか、常にちょっとベストコンディションでですね、やれるようになったっていうのがあるんですよ。あと腰痛の大半は足腰の筋肉の衰えから来るものと、下半身の冷えとかに伴う血行不良が原因ですということで、私もね、あのタクシーのね、仕事をしてるんですけど、まあ確かに下半身の冷えとかですね、血行不良多分あると思うんですが、そこは私運動で補ってるんでいいんですけど、例えば日常的に歩いたりとかですね、スクワットをして下半身の筋力を鍛えながら体を温め、血流を良くする食材を摂取しましょうということで、肩こりでもおすすめした、あのね、まだ肩こりのお話もしてないんですけど、結局ですね、血流改善のですね、食材を取れば大丈夫っていうところなんですよ。それにプラス筋力トレーニングをすることによって変わるっていうところをですね、お話ししたかったんですよ。例えば山芋、ごぼう、レンコン、大根、じゃがいもなど、こういったね、あの種類のね、食材は下半身の温めの効果が高い食材で、ただし大根はですね、生で食べる場合は養生食材と一緒にっていうことで、腰痛にはこのほかですね、貝類やイクラ、鮭、チーズなどに含まれるビタミン B12 が有効ということで、ビタミン12は末梢神経の傷を修復し腰痛の痛みを和らげますというところでですね、あの食材のところがあるんですけど、皆さんやっぱし痛み止めとかね、腰痛くなったら痛み止めとか買うと思うんですけど、裏面を見ると、裏面ですね、あの例えば薬の裏面とかを見ると、結局やっぱそういう風な言葉変えてるんですよ。あくまで解熱鎮痛剤とか鎮痛剤とかですね、あってプラスやっぱ強いんで、あの胃薬が一緒に出るんですよ。はい、まあ、一時的にですね、まあ、そういう薬もですね、私も注射も何度か打ったことある、トリガーポイントって注射打ったことあるんですけど、ピンポイントに注射を打つことによって血流を良くするんですよ。することによってやっぱ治りが早くなるっていうところでですね、はい、あるんですけど、まずは食材、まあ、体温が1度上がると、結局何が言いたいか、体温1度上がることによって血流良くなるんですよ。血流が良くなることによって自然とですね、まあ、明るくなるっていうのもあるんですけど、まあ、そういう風なですね、免疫力がですね、向上するっていうところで、はい、あの腰痛改善にはまずはね、さっき言ったお腹のマッサージっていうのもあるんですけど、まあ、常日頃からですね、血流の良いですね、食材を取りましょうというところでですね、いきたいと思います。さっきビタミン12っていうの言ったんですけど、取りすぎたら、まあ、ちょっとね、言葉は悪くなるかもしれませんけど、お手洗いの時に、まあ、尿が黄色くなりすぎて、まあ、ビタミンの取りすぎっていうところもあると思うんですけど、ちょっと私がですね、ずっとメモに残してるのがありまして、待ってくださいね。腰痛改善っていうところでですね、やっぱ一番いいのは温めるっていうところなんですよ。それにどれだけ、いくら年齢が例えば30代40代50代関係なくですね、どれだけ代謝を良くするかっていうところなんですよね。例えば今の時期だったら
なかなかサウナとかも行きづらいとは思うんですけど、サウナで、ね、体が温まって、水風呂に入って、また体を温めてっていうと、体ポカポカしますよね。それだけでも全然違うんですよね。例えばお風呂で、熱いお風呂が好きな方もいれば、ぬるま湯が好きな方もいらっしゃると思うんですけど、できればぬるま湯の方をお勧めします。そこでね、お風呂上がりにですね、皆さんだったら何を取るかって言ったら炭酸水を取ってくださいっていうところなんですよ。炭酸水をする取ることによって血流が良くなるんです。そこは水でもいいんですよ、はい。あまりそこでスポーツ飲料とかを取ると、スポーツ飲料が悪いっていうわけじゃないんですけど、糖分が多すぎて逆に血液がドロドロしてしまうんですよね。そういったところをですね、今日はお話しさせていただこうと思って、私の体験談をもとにですね、何度もね、腰を痛めた経験からですね、こういう栄養のお話もさせてもらったんですけど、実は私のトレーニングも何もかもつながっておりまして、今年ですね、私は結構ピラティスとか、そういったね、フローレンとかですね、フローレンじゃない、フローインとかですね、サップネスとかですね、結構ボード系とか滑る系のトレーニングも入れておるんですけど、なぜあれをやってるかっていうのがですね、多分シーズン始まってですね、答えが出ると思うんですよ。っていうのがやっぱ体幹を鍛えること、その体幹っていうのが何かっていうところなんですよ。体の幹と書いて体幹と書きます。やっぱ幹の部分ですよね。土台を作らないと結局ダメだっていうところなんですよね。そこに気づかされたのが、そうですね、これだけ私アスリートでトレーニングやってたんですけど、もう2年前ぐらいなんですよね。ちょうど一番もう痛い思いをした時ですね、はい。なんでもう皆さんに何が痛いかっていうとですね、常日頃からのですね、ね、食事からですね、血流が良くなるようなですね、食材をですね、朝昼晩っていうわけじゃないんですけど、どこかで取ってですね、しっかり水分とかを取ることによってですね、特に先ほど言った食材をですね、取ることによって腰痛の改善にもつながると思いますので、ぜひ皆さん実践の方よろしくお願いします。また定期的にですね、こういった栄養のお話とかもしていきたいと思っておりますので、ぜひよろしくお願いします。アウトゴーイング、おしゃべりマシンガン、山北渡る。I'll be back.